皆さんこんばんは、石川美代です。なんかすごい準備されてますけど、今日は何をやるんでしょうか？はい、今日はですね、はい、漢字で GO っていうモロネプリーグパクリのゲームをちょっとやってみようかなと思って見たことある？あります？はい、なんかあれすごいですよね。びっくりするぐらいネプリーグのパクリっすよ、ね、いや私なんかネプリーグのゲームだと思ってたの違かった。実は違うんですよ。なんか多分、ね、あれ多分有志の方が作ったやつだと思うんですよね。フリーゲームなんですけど。フリーゲームなんですかこれ？そう、フリーゲームなんです。あ、そうなんだ。ちょっとそれをやってみようかなってことで、はい、やってみようと。レベル1。あ、やばい、ラインが来てるでしょ。結構合ってる。はい、数え歌。はい、何この人でくんの記憶旅行不良。ちょっと私のタイピングが遅いという説もあるんだよねこれね。はい、悪ふざけ。ほうほう、くらべる。はいはい、16問もあんだこれ。地域まだ簡単と。復活って何？何を復活してるんですか？はい、ここから難しくなるのかな。投げかな。ささみだれ。さつき雨でもいいんだ。日常が感じ。いや私タイピングが遅いんだよね。緊張するんだけど普通に拳で。これは出てきてくれるんだね。無理そう。抽象化、抽象化。あ、遅延。もうそろそろ難しくなっていくのかな。なんだ。はい。なんか強そう。あだ、もうあだで返す。はあ、零細企業なの？これなんて読むんだろう。きょう、はい、危ないね、これ私タイピングが危ないんだよ。企業、あ、安寧。はい、居候。あ、どうしようか。払う。う、う、習う。なんだろう、習う。よしよしよし、払うではないとラストじゃん。ラストまで来てる。え、気持ち悪い。え、これ危機。あ、絶対違くない？え？嘘、これ簡単じゃん。クリアした。ちょっと簡単だったという説悪くないこれ。え、これ逆にさ、危機じゃなくてあれなんて打つんだって。逆に危機としか打てなくないですか？知らなかったけど、あれ売れ売れみたいな売れ売れではないよね。え、なんかクリアということで今日の動画終わろうかすごくないですか？え、すごいっすね。ちょっとでも習うが一番すごかったと思う私。確かに一番難しかったの習うな気がするはそう、昨日試しでやってみましたけど俺15までしかいけなかったですね。あー、やっぱ最後が難しいんですかね。じゃあラッキーだったのかな最後。はい、どうしましょう。いや、まさかクリアできると思ってなかったんで一発でちょっと
じゃあ次真ん中いってみます。いやだって読めなかったじゃん。いや真ん中も最初の方は簡単でした。あ、そうですか、うん、途中からモード選択やってみますか。これまあいいや、やってみて無理だったらまあまあ無理でしたっていう。はあ、まあいいや、やってみますか。絶対見てたと思う、だってレベル2スタートだもん。響き、ああ、聴者、聴者、うん、いや8ぐらい、8までいけたらいい息かな。知らないけどね、この言葉。息を垂らすって、わかんないけど。加湿地しピザイ、うん、文字して検査、うん、根腸、根腸頭良さそう、根腸の方が。もうレベル3と3文字。なんだよこれは。煩う、一瞬わかんなかったの。もうわかんない。何これ。強撃。あ、知らないのよな、でもな。ちょっと、わかんない。何これ、定員。もうわかんないんだよね。何これなんだよ。割とか、植物。4文字。人参。ちょっと待って、タイピングミスです。にあれ、うん、じってどれ、でとか普通にタイピングミスはちょっとさ、しょうがないじゃん、わかんないやつ。人間って言ったら、なんだっけこれ、さい、何、なんだっけこれ、これ知ってる、栽培植える、なんだこれは、っていう、土か、あ、これはわかんない。土かうですか、へえ。土かう、なにこれ、あ、3回までミスれるってこと。そういうことです。知らないよ、そのダメかと思った。なんだ、終わりじゃないんだ、まだ。優しい。なにこれ、きつき、なんだっけ、あ、わかんない、これもうわかんない。木じゃないか、これ。木、なんちゃら実なり木、く、何、昔ってなんて読むの、石字、木、なんで木だけ出てきたんだろう。石実ね、はぁ、地名、いや、わかんないよね。イタリア、こうやって書くんですね。もう怪しいよ。何これ、浮力じゃないよね。浮力何これ、金なんて読むこれ、コン、キン、ブリキン、はい、無理です。そういうね、力だったもんな。じゃあ、もう一回いきますか。なんか微妙な感じだったんで、リトライでいいのかな。はい、でもこの難しいモードになっちゃうか。まあいっか。もうね、怪しかったんだよ最初から。それくん、図、何、はーこ、つに点々ってどうやって打つんだろう。 T危な、わかん、タイピングができないっていう。
タイピングが難しいねこれ。言い訳ね。うん。怪しい。神秘的な感じ。そうなの。争奪戦。うん。自分を読むにしようとしてあるじゃん。そうなの。何ですか。天井。ゲームでガチャの課金額の上限。そうね、こっちが一般的かも。一般的ではないわ。こっちかもしれないですね。イルス、イルス、なんでアがあんなに、重要機、何これ、何これ。ああそういう機関があるんですね。何これ、汗顔、肝眼、汗顔ではないもんね。眉つば、眉つばの、修理系、修理系、そろそろやばいよ、もうダメだよ多分。最初ラッキーだったんだなやっぱね。でもねこれうんぬんみたいな。N、近々って読むんだ。わかんないわ。共同、うごめく、違うわ、絶対違う。共同、うごめくはもっと虫だもんね。どうって絶対違うよね。共同じゃないよね。何これ、ざわざ、違う、ざわめくじゃないもんね。違うね。何これ、何めく、どよめく、どよめく、読めないよこれは。もうこっからやばい気がする。なんだこれは。髪の毛系だもんね。マン、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 こちら。前だもん。なにこれ、何焼き、すけ焼きこれだ。すき焼き、すけ、金、ゴン、おわ、わかんないよ。すき焼き、惜しくないっすかねこれ。すき、すき焼きっぽくない感じしてるよこれ。そう、もっと肉っぽい字であってほしかったな。すき焼き初めて見た。はい、こんな感じで。いやでもこれとかは難しいじゃんもうね。はい、まあ今回漢字で5をやってみました。まあ最初が奇跡だった、奇跡のように簡単だったというだけだったね。これはねきっと最初で終わっとけば気持ちよかったよね。はい、そしたらとか言わず済んだんだよね。でもね確かにカツラはね言われてみればって感じでは悔しいけど、はい、皆さんもやってみてください。はい、まあ、みんな無理っしょ、無理だと思うよ、見たことないもん。というわけで、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。石川美代でした。バイバーイ。